高崎城の航空写真高崎城は日本の城。所在地は上野国群馬郡江戸時代は高崎藩の藩長となった。高崎城は唐津川に沿って築城された輪郭橋五角複合式の平城である。本丸には五三海櫓と日、牛虎、辰巳、羊猿の四基の炭櫓があった。現存するのは唐櫓のみである。 本丸を囲むように、西の丸、梅の規格、江の規格、西来るは、河原小屋があり、二の丸、三の丸が、はしご格式で構えられていた。城の周りは、土類で囲まれ、石類はほとんど作られなかった。かつて城内には、本丸門など重力の門があり、通用門として使われていた東門だけが、一区復元されて現存している。また、 三の丸鳥居と水堀は現在の街並みにも生きており、当時の面影を今に伝えている。現在城市は市街化が進み、超高層21階の市役所や音楽センターなど、公共施設が多く並ぶ。お堀の周辺は高崎城市公園として約4.9ヘクタールが整備されており春には約300本のソメイヨシノやツツジが満開となる。 城を囲む土塁の上は遊歩道になっている。高崎城の地には古くは、和田城と呼ばれる城があった。和田城の創建は古く、平安時代末期に遡り、この地の豪族、和田義信が築城したと言われる。室町時代になり、関東管令の支配するところとなると、和田氏は官僚の上杉氏に帰属した。永禄4年当時の城主和田行茂は帰属していた。 上杉謙信に反旗を翻し、武田信玄に着いた。和田城は、上杉勢の、たびたびの信仰によく耐えた。その子、和田信成は、北条氏に属した。天正十八年、豊臣秀吉の小田原征伐の際には、小田原城に牢城した。和田城の留守を預かるの武の子、謙行は、前田敏家、上杉継承等の連合軍に大軍をもって、包囲され、 4月19日に落城し、廃城となった。小田原征伐の後、関東には徳川家康が入部した。家康の関東入部とともに、美濃和城主となっていた井伊直政は、慶長2年、家康の命により、和田古城の城地に近世城郭を築いた。この地は、中仙道と三国街道の分岐点にあたる交通の要衝であり、 その監視を行う城が必要とされたためである。翌、慶長三年直政は、三和城から築城中の高崎城に移った。直政は、入城に際し、当地を、高崎と名付けたとされている。三和より、町屋や,や社寺を移して、城下町を築いた。慶長五年の関ヶ原の戦いの後、直政は、大見国沢山城に違法となった。その後は、諏訪市、 堺井氏、戸田氏、松平氏、安藤氏、松平氏、真鍋氏、松平氏と、不代大,大名が目まぐるしく入れ替わり、明治維新を迎えた。最後の藩主は、輝き星である。松平は、歴代幕府養殖につく者が多かった。元那五年に入城した安藤重信は、城の改修に着手した。以後、三代七十七年間をかけて、大改修され、 近代城郭が整備された。寛永10年には、実刑である三大将軍、徳川家光の命により、この城に遊兵されていた、徳川忠長が登場で自裁した。明治6年廃城令により、尊城となり、第三種官館内文栄書が置かれた。以後建造物は移築もしくは破却され、跡地の大半は、不評第15連隊の駐屯地として使用された。 上述の通り、堀と土類がほぼ残っている。高崎市立中央図書館の正面玄関付近には、調査の際に発見された石垣水路と石井の一部が、移築再現されている。建築物は昭和49年から矢倉が市内の農家に払い下げられ移築されて、納屋として利用されていたが、群馬県指定重要文化財に指定されたのを機に、 三の丸もぎ石垣城に一区復元された。また、東門も同じく農家に払い下げられていたが、昭和55年に、唐屋倉近くに一区復元された。市内の長松寺には、徳川忠長が自陣したという書院が一区され、栗となっている。ありがとうございます。